はいどうも、とじまいチャンネルのとじです。皆さん、いろいろご心配をおかけしました。たくさんのメッセージありがとうございました。無事 PCR 検査、そしてコロナウイルス陰性になりました。ネガティブって見た瞬間めっちゃ嬉しかったっす。そして今日はようやく外に出れて、しかも超天気がいいっていう、後ろに見えてるシェーンブルン宮殿です。いやまあ僕の場合は前回の動画でも言ったんですけど、ほとんど症状がなかったので、まあ、あの動画撮影した後ぐらいにちょっと、まあ、頭が痛くなったり、まあ、体だるくなったりはしたんですけど、でもその程度で、その他には何もなかったので、もう本当に家で練習と筋トレやって生活リズムをちょっと正したりとかしてたんですけど、まあそれで無事ネガティブになって、またよしできるぞと思った矢先、なんとぎっくり首になってしまいました。なので今ちょっとまだ下とか上とか右とか左とかあんまり首だけで向けないんですけど、まあでもそこまでひどいものではなさそうなので、なんかふっとした瞬間に首の後ろでボキゴキ、なんかよくわかんないけどちょっと音がして、あ、これやばいかもって思ったんですけど、まあ案の定その後からちょっと首痛くて回せなくなって、まあまたアマゾンで速攻クリックして首を固定するカラー買いました。まあ今その首をやっちゃってからもう数日経ってるので、もう本当にだいぶ良くなってるんですけど、もう日本にいる整形外科医のお友達にすぐ LINE でメッセージして詳細な症状とかを言ったら、まあとりあえずは様子を見た方見るしかないかなということだったので、とりあえず様子を見ながら回復を促してます。なんかこういうね、自分がちょっとコロナになっちゃったっていうこの喋る動画を出した後とかに、もう本当にたくさんの方からあったかいメッセージいただいて、あー、これが YouTube やってる本当の意味なんだなというか、すごい本当に嬉しい気持ちになりました。ありがとうございました。まあ、今後も、まあ、僕たちはね、その一流 YouTuber さんのように撮影機材がすごく整ってるわけでも、その編集の技術がめちゃくちゃ高いわけでもないんですけど、まあ僕たちのこういう生の声というか、音と声と気持ちを常に今後も伝えていけたらなと思っているので、今後もよろしくお願いします。そしてぜひチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。またね、今後も天気がちょっといいなっていう時は、こういうちょっとウィーンの街、こういう場所でを背景に撮影できたらいいなと思ってるので、また楽しみに待っていていただけると嬉しいです。それでは今後も頑張ります。ご心配をおかけしてすいませんでした。そしてたくさんのメッセージありがとうございました。元気です。それでは